はい、という感じでね、イギリスの最終日に収録していたわけですが、続きをちょっと今からね、軽く話したいと思います。イギリスを改めてちょっと振り返ろうかなと思います。一応ね、これを撮る前に、ちゃんと台本作って、メモ作って、こう話の順序的なことを考えようと思ったんだけど、なんかそれやっちゃうと、多分、思ったままのことが、伝わらないというか、思ったままのことを言わないだろうと思って、この Vlog として良くないな、ビデオのブログ、Vlog として良くないなと思って、そのまま適当にグダグダっと喋っていきます。はい。まず総括すると、もう本当に楽しかった。本当に楽しかったね。イギリスというか、ロンドンというかもう、かなりスパシフィックな場所で言うと、ショーディッチ、オールドストリート、ホックストン、その辺のエリアにずっといたんですが、めちゃくちゃ楽しかった。毎日がめちゃくちゃ楽しかったです。ただ、イギリス行く前の段階では、正直、そんなにこう、楽しみにしていたわけではないです。もちろんその、初めて海外に留学生とかじゃなくて行くみたいな。旅行とかでも留学生とかでもなく、自分の力で稼ぎながら住まないといけないみたいな。っていうのは初だったので、そういった意味では、めちゃくちゃちょっと楽しみにはしてたけれども、まあ、過去の動画から見てくださっている方はわかるかもしれませんが、そんなにイギリスのファンではなかったし、正直、イギリス、ロンドン、大丈夫かな？楽しさとして大丈夫かなっていう部分は、ありました。はい。特に、イギリスのイメージとしては、ご飯がまずいとか、物価が高い、天気が悪いとか、ちょっとマイナスなイメージが結構強い場所だったので、なんかね、みたいな。イギリス、まあ、きついだろうけど、みたいな。期待度がすごい低いところから投影したっていうのが、まあ、正直な感想かなと思います。で、期待度低い状況から行ったんですが、まあ、実際に行ってみたら、もうめちゃくちゃ楽しかったです。もちろん、住む場所とかもすごい重要で、最初は西の方、アクトンって呼ばれてる、ロンドンの西の方に住んでたんですよ。駅名で言うと、イーストアクトンっていう駅の近くに住んでて、もう、周りなんもないんだよね。周りマジでなんもないし、駅前にちょっと一個スーパーがある。アイスランドっていうスーパーがあるぐらい。で、他は、本当にないんだよ。ソーシャル的な意味、例えば、家の近くのパブに行くとか、バーに行くとか、いいレストランがあるとかっていうのは全くなかったから、ソーシャルライフ的な意味では、もうめちゃくちゃつまんなくて。めちゃくちゃつまんなくて。まあ、って言っても、ロンドンの中心部である、例えばオックスフォードサーカスとか、っていう場所には、電車で20分ぐらいで行けるし、イーストアクトンから2駅、行くと、シェパーズブッシュっていうでっかいショッピングモールがある駅があったりして、まあ普通に都会っちゃ都会ではあるんだけど、なんか、ね、あ、意外とロンドン田舎なんだなみたいな感じを西側に住んでる時は味わってました。まあでも最初そこに住んでたのが結局、3ヶ月ぐらいかな。結局住んで、途中言えなく、いや、もっと住んでたのかな ?6 ヶ月住んだのかな記憶が曖昧だけど、6ヶ月ぐらい住んだかもしれない。あ、住んでたね。ということで、まあ6ヶ月でそこに住んで、なんもないな、みたいな感じを味わったんですが、結局その後、さっきの動画撮ってた家で、1年半ぐらい住んで、一歩外出れば、もうバーだとか、パブだとか、クラブだとか、レストランだとかも、わーさーっていっぱいあって。もうね、最高のロケーションだし、最高の、ライフスタイルというか、あ、もうこれ一生とは言わないかもしれないけど、まあ、数年間全然ロンドン、東ロンドン住んでもいいな、ハックニーに住んでもいいなって思いました。まあ、それぐらいね、めちゃくちゃ、楽しかった日々です。っていう感じでね、ぐだぐだ喋っていくとあれかもしれないので、まあ良かった点と悪かった点話していきたいなと思います。まず良かった点は、全部が良かったって言ったらまあ良かったになっちゃう。だけど、毎日の生活がすごく楽しかったです。もうちょっと具体的に言うと、初めてその海外で、去年とかの動画では撮ってるけど、海外で働くっていう意味では、もう今まで本当にね、人生でやりたかったことの一つなので、それができたっていうのが、めちゃくちゃ、わー、よかったっていう感じを味わってました。で、二つ目が、イギリス、ロンドンといえど、やっぱりイギリス人、だけではなく、むしろ、インターナショナル、海外の方の人の方が多いので、海外に5つとも、外国人感があまりせず、過ごせたし、仕事面だったり、プライベート面だったとしても、本当にインターナショナルな感じで、世界中にさらにいっぱい友達もできたし、いろんなカルチャーを
文化カルチャーを同じかロンドンにいながらも知ることができて、それはねめちゃくちゃ良かったですね。ただそれと同時にみんながこう仕事を求めてロンドンに来てたり、みんなが成功を求めてロンドンに来てるわけであって、でそこでこうどうにか掴み取っていったり這い上がっていかないといけないっていうチャレンジングな環境であったかなと思います。自分としてはそれはなんかこう負けないやつやみたいなテンションになるし、シャーっていう感じがちょっとあったから、まあ、良かったけど、まあ、人によってはもしかしたら、競争激しすぎじゃねみたいな感じがあるかもしれません。まあでもそれ言っちゃったらね、海外の大都市大体そうだし、まあ中規模の都市だって多少なりともあるから、本当にめちゃくちゃ田舎行くとかそういった話になっちゃうけどね。はい。で他物価の高さはやっぱりこう都営当初はすごい苦しんでいて、っていうのも都営する前に自分は6ヶ月ぐらいずっと遊んでたんですよ。ロシアの一発目の冬の動画あるじゃん、あれが実は仕事を辞めた後に遊んでた期間の始めなのね。ロシアの冬動画、年越しの動画の頃見ていてくださってる方はわかるかもしれませんが、まああれが遊び始めの最初の方の動画で、その後アメリカ2ヶ月ぐらい行ったのかな、いやそれは盛りすぎだね、6週間ぐらいかな、6週間ぐらいアメリカ行ったり、タイ行ったり、上海行ったり、台湾行ったり、なんかもうね、日本をベースにはしてたけど結構遊び回り、なんか蓄えて持ってたお金ももうほぼ使い切ってたわけですよ、ロンドンに来る前に。でまあそれは自分の完全なるミスというか調子に乗ってただけなんですが、ロンドン着いた瞬間は多分20万とか30万とかぐらいしかなくて、でその2、30万ってまあ家賃払って食費払っちゃったら終わるじゃん、普通に物価が高いからってなると割と余裕がなかったんですよ。まあ給料が入ってくるっていうのはあるけれども、なんか余裕がなくて、普通にどう考えても動画では出したけど1ポンドの冷凍食品のやつ食べてみたり、今となっては自炊とか全くしないけど、まあ当時は毎日頑張って作ってたね。1ポンドで1キロぐらいのパスタ買えるのね、パスタ茹でて食べるみたいな。とか、あとは、その出前一丁みたいなインスタント麺が買えて、それは安いんだよ。50セントとか買えるから、まあ、そういうの食べてたり、お米炊いて食べてたり、まあ、もちろんおかず的な何かをね、肉焼くとかいろいろ入れたりはしてた時もあったけど、まあ、そんなような生活をしてましたね。都営当初。まあ、それはきつかったことの一つ言えば、そうかもしれないけど、まあ、でも、あれがあったからこその今っていう感じもある。別にそれが1年続いたとかってわけでもなく、短い期間っちゃ短いんだけど、でもあれは今思うとなんかありだったなって思う。 もちろんその、まあ、自炊しながらも昼飯は買っちゃってたり、週に何回かは飲みに行ったりとかご飯食べに行ったりとか全然あったけれども、まあでも基本は自炊ですげえ頑張るみたいな感じだったね。で、物とかも全然買えないから、買い物もね、ほとんどしなかった記憶があるし、してたのかな？わかんないけど。貯金少なめでイギリスに入っていくっていうのは、すごいハードモードだったなと思います。はい。で、他には、食事ね、食事の話を今してたので、食事の面を話すと、イギリスのご飯めちゃくちゃ美味しいです。これは皮肉って言ってるわけじゃなくて、昔はね、そのご飯がまずいってすごい言われて、てたりするけど、あとは観光客でフラッと来てフラッと入って、あーまずかったねとかってはあるかもしれないけど、ちゃんとこう選んでいくとかちゃんと見て入っていけば全然レベルの高いご飯を食べることができます。もちろんお金出せばすごいいいのも食べれるし、お金出さずとも、まあ出さずのレベルも10ポンドとか出さないといけないけど、10ポンドとか15ポンドとか払っていけば全然普通に美味しいご飯は食べれます。なのでイギリス飯まずい説思ってる方、全然ご飯美味しいのでそこはご心配せずに。多分自分の肌感覚で言うと、例えばニューヨークとかカリフォルニア、ロサンゼルスとかサンフランシスコとかシドニーとか、まあそういったところってもう世界中の料理があって、日本食はもちろんあってレベルももう高いわけよ、普通に。だから海外の都市で食う飯とほぼ同じだと思います。もちろん日本食好きだし、日本食まあ日本が一番美味しいって思ってるので、日本をナンバーワンとするともちろん他は下がっていくわけだけれども、その海外大都市スタンダードレベルの高さで考えると、もう普通にロンドンも全然負けてないし、むしろ美味しいんじゃないかなと
思います。はい、続いて、なんだろう、天気の悪さ。天気の悪さね、これも実は大きな誤解があって、自分はロンドンの天気めっちゃ好きです。めっちゃ好きで、いやそれもまたお前ポジショントークであり、ロンドン押しすぎだろってツッコミがあるかもしれませんが、気になった方はもう本当にググってちゃんと調べてください。降水量データとかっていうのが、出てます、どこにでも。でそれ比べると東京とロンドンの降水量の差は、ロンドンの降水量は東京の3分の1です。3分の1しか雨が降らないです、ロンドンは。でしかも肌感覚としても、そんなグワーって豪雨が降るとか、あの傘ないとやばい雨っていうのは本当に年に何回かしかなくて、普段降るような雨は本当にシャーっていうシャワーの小雨みたいな感じの雨だったりして、傘なくても回って歩けちゃったりするし、ちょっと強い雨が降ったとしてもなんか10分とか15分待てばパッて止んじゃうみたいな、一日中降ってるとかそういうのは全然なく、めちゃくちゃ快適に過ごせました。で東京よりも寒いんでしょっていう説とかもあったんですが、数度は低いのかもしれないけど、でも家がセントラルヒーティングっていう全館暖房なのね。過去の動画見てもらうとわかりますが、自分常にほぼ半袖で動画撮ってますが、冬でも半袖で入れます、靴下とか履かずに。もうそんなレベルなわけよ、部屋の中が。もちろん、会社に行くとかどっかに行くとかっていう時はコートとか着るけど、でもそのコート着るって言っても、まあ、電車乗ったりバス乗ったりして移動するから、なんかドアトゥードアとかで考えると全然寒いシーンがないっていう感じ。むしろ東京よりも全然暖かかったし、すごい天気的には快適に過ごせました。もちろんロサンゼルス、カリフォルニアとかオーストラリア、ゴールドコーストとかと比べたら天気悪いですよ、もちろん。だって彼らは年間300日とか晴れなわけだからそれと比べたら天気悪いけど、でもそんなこと言ったら世界中の都市大体天気悪くなっちゃうからまあ大体どこも悪いよねってなっちゃうわけであって、なので普通に考えて、まあ東京と比べた時には全然ロンドンの方が天気は良いです。で他にはあるかな、良かったこと、良かったこと、まあ全部良かったかな、全部良かったと思います。続いて悪かったこと。悪かったことっていうのは特にないんだよね、本当に。まあ、強いて言えば、家賃が高いとか、家が古いとか、そういうのはあるけど、まあ、でもそこまで本当にダメすぎてっていう話でもないし、まあ、イギリスに来て住む以上仕方ないっていう部分。強いて言えば、気軽にサクッて食べれる安い料理はないってところかな。例えば、日本だったら吉野家行って松屋行ってすき家行って食ってパッ300円ぐらい食ってすぐ出てきてみたいなあるじゃん。ラーメン屋行って700円とか600円ぐらい食べてパッて出てくるとかでできるじゃん。30分以内で食って帰って出てくるとか、そういう超クイック飯は基本ないよね。まあ、あったとしてもケバブ屋さんとかそれぐらいになっちゃうよね。ダメではないけど、もしそれがあればもっと気軽に飯食ったり時間有効活用できたかなと思います。はい。あとは、なんだろうな、なんか、話し始めたら、キリがないというか、とてもじゃないけど、一つの動画に、まあ、一つの動画にね、2年間分まとめるっていうのが、そもそも無理があるかもしれませんが、こんな感じですかね。あとは、自分の力不足だった部分も、めちゃくちゃあったな、とは思います。もっとできたなとか、もっとこうすればよかったなっていう悔しさだったり、日々生活する中でストラグルな部分もめちゃくちゃあって、言ってはないけど、もうめちゃくちゃクソとか、失敗したとか悔しいとか、そういう、まあネガティブって呼んじゃっているけれども、そういった感情だったり、そういった試行錯誤ぐにゃぐにゃ部分も、いっぱいありました。いっぱいいっぱい、もう多分、そっちの方が多分多いよね、普通に考えて。楽しい部分とか成功とかわーとかっていう部分ばっかりありがちだけど、決してめちゃくちゃ能力が高いわけでもないので、数知れずのことがありました。でもまあそれをバネにというか、それを失敗とも思わず、その瞬間はすごい思ったり考え込むこともあるけど、でもそこでダメになってしまうのじゃなくて、クソーってなってもうちょっと頑張るとか、なんかそういった部分ですごい力がついたのかなっていうのも若干感じます。まあそういった山あり谷ありの生活でしたね。はい。でまあ振り返ってみると、本当に勝手にこう一人でねチケットを買って仕事もないのに来て、まあ実際にはこうする瞬前、まあ前々日ぐらいには仕事を
をゲットはしていたんだけど、まあ、ほぼ何もないところから飛行機のチケット買っていろいろ自分で準備して勝手に来たわけですよ。イギリスには誰にも頼まれてないし、仕事だとか家庭の事情だとか、まあ家庭の事情で来る人も少ないだろうと思うけど、まあ、とにかく勝手にこう一人でフラッて来てやってきたわけですけど、まあ一人で全部するっていうのはまあ到底無理なことであり、まあたくさんの友達、知り合い、仕事関係者の方々に助けられ助けられ、2年間終えれたのかなと思います。直接ね、実は最後あんまり挨拶できてなかったり、お別れできてなかったりもしたりするんだけど、本当に見てるかわかんないですが、まあほぼ見てないと思うんだけど、この場を借りて、本当にありがとうございました。まあ、こんな風にやると結構堅苦しくなっちゃうけど、まあ、普段 YouTube 見てくださってる方もそうですし、 Twitter フォローしてくださってる方もそうですし、ブログ見てくださってる方もそうですし、インスタ見てくださってる方もそうですし、なんかそういった部分からももちろんサポートもあったり、もちろん YouTube には広告がついてるし、いろんなサポートにねなっていたり、単純にその頑張ってくださいとか、そういったメッセージも、すごい励みになっていましたし、なんか本当にいや、なんかもう本当に、自分だけの力ではね2年間サバイブできなかったと思うので、皆さん本当にありがとうございました。で、まあ、最後にお別れパーティー的なのもちょっとこじんまりやったりはしたんだけど、あんまり盛大にはやっていなくて、一人ずつ挨拶しに行くっていうのも本当はしないといけなかったとは思うんだけど、していなくて、でもその理由の一つとしては、別にロンドンこれが最後じゃないしなっていう気持ちがちょっとあって別にこれイギリス一生来ないとか、ロンドン一生来ないとかってわけじゃないし、なんかそんなにこうね大ごとにはしたくなかったわけですよ。ちょっと離れるだけでしょとか、またすぐ戻ってくることもあるだろうし、まあ旅行なのか仕事なのか住むのかわかんないけど、まあでもそういう機会は絶対あるだろうし、作らないといけないと思ったので、あえて挨拶をしに行かなかったりしたっていうのは正直あります。はい、本来であればすべきっていうのは分かってるけど、しなかったっていうのはあります。こんな感じでね、ロンドンの2年間本当に楽しい生活を過ごさせていただきました。イングランド、イギリスめちゃくちゃ好きなんですが、今日をもちまして、まあ今日をもちましてって言ってる今はもうすでに移動しちゃってきてるし、これが出てるその、今プロード B はもう完全にこっちにいるんだけど、次の場所に移動してきています。次の場で今後は活躍していきたいなと。思っています。わー、イギリス離れんのかーってすごい思ってたり、あとはイギリスから最終日空港に向かう車の中とかで泣くんじゃないのかなみたいな感じを思ってたんだけど、だんだんそのエモーショナルっていう部分よりも次の新しい場での生活の楽しさの方がだんだん勝っちゃってて、そこまであんまりエモーショナルになることはなかったです。最終日は正直言うと、もちろんその最後の2週間とか3週間前とかは、あーイギリス最後かーつっていろんな場所行ってね、思い出作りフェーズに移ってたわけなんだけど最後の最終日は割とエモーショナルというか、もう引っ越しの騒動だったり、あとは帰り空港に向かう時もいろんな人がメッセージくれてわーって返してたり、ツイッター見たりしたら一瞬でついちゃったみたいな感じで、感傷に浸る瞬間はほとんどなかったんですが、こんな感じで次の場所に行ってきますっていうか来ています。はい、っていう感じで、だいぶグダグダグダっと喋ってしまいましたが、ロンドンの2年間の生活を見ていただいて本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。これからロンドンの動画というよりはドイツ、ベルリンの動画になっていったり、あとはヨーロッパ各地の動画に引き続きなっていくと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。2019年ね、ちょうどこれ撮ってる今7月、6月の末なんですが、残り半年間あるので、この半年間でねまたどんな生活が起きるのかっていうのも自分今から想像もつかないし、すごい楽しみな日常が待ってるんじゃないかなと思ってます。もしこの動画いいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。こんな感じかな。過去の動画も見てない方、ぜひ見ていただけると助かります。ではまた、ボメージ、バイバイ。よし。